今回ご紹介するカー用品はこちらの XTU T810 Pro、 こちらのご紹介をいたします。こちらは実は私も非常に気に入っていて愛用しているものになります。さらに言いますと、有機の M11 というドライブレコーダーをご紹介しているんですが、それの OEM 品に当たるものになっております。まずこちらの特徴ということで、私が気に入っているポイントについてご紹介をしていきたいと思います。このドライブレコーダーの売りでもあります 4K 高画質高精細、単なる 4K ということではなくて、800万画素という6層のガラスレンズを使っているということで、カメラ自体に非常にこだわっているメーカーのドライブレコーダーになります。有機のドライブレコーダーのレビューでもご紹介したんですけれども、この有機というメーカー自体がカメラのガラスレンズから立ち上がっているメーカーでして、他のドライブレコーダーと比較してもらえればわかるんですけれども、非常に高精細高画質、このデジタルミラー上の画面を見ていただいても非常に高画質で高精細だということがお分かりいただけるかなと思うんですが、動画を再生しても非常に綺麗にくっきりと映るということで、そこが私一番気に入っているポイントになります。動画が汚いとやっぱり買い替えようかなって思うし、かつ不満が出てきてしまって飽きてしまうというのがあるんですが、これは非常にドライブレコーダー、ミラー型のドライブレコーダーとしては落ち着けるモデルではないかなと私自身思って使っております。いつもは昼間の解像度からお見せしているんですが、夜の解像度を先に見ていただくことによってドライブレコーダーのパフォーマンスというのがわかると思いますので、ご紹介をします。今こちらビデオディレクトリーということで、まあ、このドライブレコーダーの、まあ、特徴でもあります画面上でサムネイルが見れるということで、収録動画を探す際に非常に重宝する機能になっています。こういうところなんかもこの XTU の T810 Pro のいいところと、まあ、いうことになります。で、肝心な解像度ということなんですが、このように見ていただくと、こちらが夜の解像度になっているんですが、4K800 万画素ということで、夜非常にくっきりと鮮明に映っています。さらにこちらのドライブレコーダーの特徴でもありますソニーのスタービス製のセンサー IMX415 というものがついていて、フロントのみならずリアにもついているので、こういった暗い場所においてもしっかりとくっきりと鮮やかに映してくれるようになっています。続きまして後ろになりますが、後ろも今お伝えした通りなんですが、ソニーのイメージセンサー使われていますので、フロントとリアで解像度全然違うんですけれども、リアに関しては 2K ということなんですが、見ていただくようにリアも非常にくっきりと鮮やかで高精細になっているのがお分かりいただけるのではないかと思います。さらにナンバープレートもしっかりと映し出してくれておりますし、白飛び黒つぶれ等も少なくなっていて、良好な収録画像が得られるといった特徴がこのドライブレコーダーにはあると思います。二つ目の特徴はこちらの画面輝度ということで、この輝度調整がマニュアルと自動でできるようになっています。今輝度調整をオーと今オフにした状態なんですけれども、通常ですとこのように指でこうやってフリップして輝度の調整っていうものをしていくドライブレコーダーがほとんどというか、この XTU それから有機のドライブレコーダー以外では、私自動輝度調整付きのドライブレコーダー使ったことないんですけれども、このメーカーにだけついている機能になっています。まあ、通常はこういう状態なんですけれども、この画面輝度をオートにするということによって、昼間でも夜でも外が明るい時ですとこの画面自体が暗くなって、外が暗くなるとこの画面自体が明るくなるように自動で調整してくれるようになっています。もう一ついいポイントは、自動輝度調整がついていながらも、この画面をオフにしていただいたときに、
このミラー自体が防現仕様になっています。後ろから光を照らされたとしても眩しくない防現仕様のミラーになっているというのが特徴になります。なので自動輝度調整付きとこの防現仕様のミラーが付いていることによって後方の車のヘッドライトの眩しさ緩和してくれて夜のドライビングにも支障が出ない作りになっているというのが特徴的になっています。でなおかつこのように右に時計や曜日、日付とこういったものも入っている、こういった配慮なんかも非常にいいなと思います。先ほど 4K 高画質800万画素ということで解像度の中でのご紹介をさせていただいた中身なんですが、サムネイルがこのようにミラー上でも表示されるというところが非常に使いやすいところになります。でこのドライブレコーダーは携帯 Wi-Fi がついていて携帯からもサムネイルをこういった形で表示することができるんですけれども、まあ、正直 Wi-Fi つないでみたんですけれども少し起動速度が遅いというところもありますので、まあ、私はこのドライブレコーダー上でこうやってサムネイルがついていて、まあ、この中で探す方が早いかなということで、まあ、こちらの方が非常に便利かなって私自身は思います。なかなかこのようにサムネイル自体を表示してくれるドライブレコーダー1万円台のドライブレコーダーですとないものが多いのでそういった意味では非常に使いやすいかなと思います。で最後に私が非常に気に入っているポイントとしては衝撃検知機能だけではなくて24時間48時間のタイムラプス機能もついています。以前紹介した M11 もそうですしこのドライブレコーダーの前に紹介した M10 というドライブレコーダー M11 についている便利な機能を少し除いて低価格にした M10 というドライブレコーダーがあるんですけれどもそれにもついているものになります。でこのようにタイムラプス見ていただくと分かると思うんですけれども周辺で何が起きているのかというのがスーパーの駐車場とかで分かるということになります。これはフロントの画面になるんですけどリアの画面はこういった状況になっておりまして前と後ろだけではあるんですけれどもこのようにスーパーとよくドアパンチされたりすることもあったりするとは思うんで、まあ、そういった時にこういったドライブレコーダーがあると車を駐車していてぶつけられた時でも状況証拠をしっかりと収録ができるということでメリットがある機能ということで私自身も非常に気に入った機能になっております。はい、ってことでこちらの XTU の T810 Pro さらに詳しい内容は有機の M11 の動画でも取り上げておりますので、まあ、そちらも合わせて見ていただければと思うんですけれど私自身こちらのドライブレコーダー非常に気に入っておりまして、まあ、冒頭でもお伝えした通りなんですけれども今これは昼間の収録動画になるんですがくっきりと高精細であるということです。これはこの画面を見ていただければ他のドライブレコーダーと比較した時に高画質で解像度の高い収録動画になっているということがよくお分かりいただけると思います。でこれ今西日が当たってる状況なんですけれども全く白飛びしておりませんしナンバーもしっかりと見れるようになっています。で後ろこちらに関しても後ろから逆光を浴びて後ろの状況を収録しているんですけれどもそういった全く黒潰れ等もないですしこの HDR 機能というものもしっかりと機能していて全体的に高画質で高精細で明るくくっきりと映っているとドライブレコーダーとしての基本性能が長けているというところが私自身このドライブレコーダーを非常に気に入っているというポイントになっております。もう一つは先ほどもご紹介したんですけどこちらの自動輝度調整機能これ今自動輝度調整が入っているんで指で押しても何もならないんですけれどもこれがあると非常に便利です。昼と夜とで走ることが多い人なんかですと特にそうなんですけれどいちいちこのように画面を調整しなくてもいいというのがあります。
で今まで使ってたドライブレコーダーの中では自動機能調整がついてないものがほとんどなので、こうやって調整しないといけない。で調整するのいちいちめんどくさいので、調整しないで昼間の明るさで見ていると過剰な光を浴びてしまうので目が痛くなってしまうということが一時期ありました。なのでデジタルルームミラーいらないかなって思ったことがあったんですけれども、こちらを使うと非常に良くて、先ほどもご紹介した通りで防炎仕様のミラーにもなっていますので、これは夜走ったとしても全く調整することなく目がくらむこともなく夜も快適にドライブができるということで、非常にコスパが高いドライブレコーダーなのではないかなと私自身今回思いました。はい、ということで今回はこちらの XTU-T810 Pro、 こちらのご紹介をいたしました。当チャンネルでは車およびカー用品のレビューを行っておりますので、興味のある方はぜひご覧になっていただけますと幸いです。また最後になりますが、チャンネル登録、高評価をいただけますと今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。